行くぞ。オー。今日は風も強く、ひんやりとした空気に包まれている伊勢崎オート。そんな中でも熱のこもったレースが今から始まります。10秒前です。5秒前、アフターシックスナイターギャンブー杯7レース優勝戦スターターカランプ。これは早すぎた。ちょっとこれはさすがに早すぎた。4番の稲川誠也、4番のフライングのため再発送といたします。11時55分ぐらいでスタートを切っていきました。稲川誠也フライングです。改めて7人の選手がスタンバイを終えました。4番稲川誠也のフライングによりまして再発送です。スタートまで再度10秒前です。ブルーランプが消えました。アフターシックスナイターギャンブー杯優勝戦スタートしました。今度は決まった。さあ、おっと、6番の新井潤、珍しくスタート失敗だ。10メーターラインから3番の竹内がスタート先手を取りました。人気の4番稲川誠也も上々なスタート、3番手からの発進になりました。1番の田崎が逃げる体勢です。2番手に竹内、そして3番手が4番稲川誠也の体勢になりました。指定対決になりました。さあ、1番の田崎萌えが先頭になります。田崎はレースをリードします。弟子の背中を見ながら3番の竹内が2番手の位置、4番の稲川が3番手から、さあ2番手の竹内にアプローチするレースの中盤戦です。4番手には5番の筒井健太、この上州のバンクで連続になるか。やや立ち上がりで滑った。残りは4周回、まだまだ猶予は十分です。竹内の外から4番の稲川、ここは3番竹内がブロックしています。さあ早くしないと田崎が行ってしまいます。2番手争いは3番竹内の外から4番の稲川誠也、稲川が翻弄されている、竹内に翻弄されている。さあズバッとインコース、刺した刺した、残り3周1コーナーで刺したと思いきや、3番の竹内が2番手に上がった。2番手に上がったように見えたのは、あれは幻でありました。4番の稲川3番手の位置、走行している間に1番の田崎が逃げる体勢だ。竹内が援護射撃、残りは2周回、もう1回竹内がかぶせる、力ずくでかぶせるかぶせる。2番手はダメだ、危ない危ない、なんと接触転倒になります。先頭1番の田崎、田崎が先頭だ。2番手は5番の筒井健太、このレースでは3番の竹内に接触しました。4番の稲川誠也、さらにはもう1人が落車をしています。先頭は1番の田崎萌えであります。今最終3コーナーに向かっています。今4コーナーを立ち上がると目の前には初優勝の3文字が待っています。ゴールイン、田崎萌え初優勝。払い戻し金です。2連単1番5番3100等円、14番人気。2連複は1番と5番の組1900円、7番人気。3連単1番5番3番26580円、79番人気。3連複は1番3番5番の組7780円、19番人気。